兄はアルメニア人によって中世に建設されたシルクロードの商業都市。現在のトルコ共和国カルス県にあり、アルメニア共和国との国境に近い。961年から1045年までの兄は、今日のアルメニア共和国からトルコ共和国東部までの広い範囲を領土としたバグラトゥニアーサーアルメニアの首都だった。様々な交易ルートが交わる場所にあり、 兄にある多くの宗教建築物、宮殿、要塞は、技術的、芸術的に見て、世界で最も優れた構造を有していた。兄は、千と一の教会があるとと表現され、最盛期には、約十万の人口を有したとされている。長きにわたって、華麗さや、壮麗さで知られていたものの、1236年には、モンゴル人によって略奪され、 1319年の地震によって荒れ果てた。その後、17世紀までには単なる村へと落ちぶれ、ほとんど忘れ去られた。兄はアルメニア人にとっての文化的、宗教的、国家的な遺産として広く認識されている。2016年には兄の考古遺跡としてユネスコの世界遺産に登録された。兄の町とその周囲の地理東側はアフリアン側の渓谷。 西側は、ボストパーラー国やザコツジャー国に挟まれた、天然の要塞といえる三角形の場所に位置している。アフリアン側は、アラス川の支流であり、トルコ共和国とアルメニア共和国の自然的国境を形成している。火山制御海岸からなる丘の上に位置しており、その標高は約1340メートルである。この地域の中心都市であるカルスは、 兄の4 2トル西にある。5世紀には、エギシャやギャザーパーピッツのような、アルメニア人連代視野が初めて兄に言及した。丘の上に立つ強固な要塞として、また、アルメニア人のカムサラカンカの所有地として、兄を説明している。兄の旗かつてアスホールーニックのカムサラカンカが有していた領土や、京のシラク地方に相当する領土は、9世紀初頭まで、 アルメニア人のバグラトゥニケの領土に組み込まれていた。804年、バグラトゥニケの狩領であるアショト4世は・ヨンセイはイスラーム王朝のアパース・朝からアルメニア公の称号を与えられた。イスラーム王朝のカリフは宗教政策的な観点から勢力が及ぶ範囲で多宗教の教会の新設は許さなかったとされているが、アルメニアでは例外的に多数のアルメニア教会が新設された。 バグラトゥニアサにおける最初の首都は兄の四十キロメートル南に位置するバガランであり、その後兄の二十五キロメートル北東に位置する白カバンに移された。九百二十九年には首都がカルスに移されたが、九百六十一年にはアショト三世によって首都が兄に移された。続くスムバト二世は兄の町の発展に力を注ぎ、聖堂や多くの教会が建設された。 ドビンがイスラーム教徒に破壊されたのを機にアルメニアのカトリコスザワドビンからバンコを経て992年に兄に移された。これによって兄は首都であるだけではなくアルメニアの宗教的な中心地にもなっている。10世紀の兄の人口は5万から10万と推定されている。1000年頃のバグラトゥニアサアルメニアの領土、兄の勢力がピークに達したのは ガギ一世の知性である。かつての兄は重要な公易路には沿っていなかったが、その都市規模、勢力、富などが理由で、この時代には重要な公易拠点となった。当時の西アジアでは人口100万人を数えるバーグダットが経済の中心にあり、いた地域でも商業都市の地位が高まった時代であった。兄は40の門がある都市、1と1の教会がある都として知られ、 ワグラトゥニアサの歴代の王の霊廟は兄に建設された。主な交易相手には、東ローマ帝国、ペルシア帝国、アラブ人、また南ロシアや中央アジアの小国家などがあった。アルメニア高原からの産物には、木工品、金属類、バンコ産の乾燥魚、岩塩、アラス川産の塩漬け魚、染料、ケン布、綿製品、比較製品、織物などがあった。 アニシュ教座大聖堂バグラトゥニアサの時代にはアルメニア教会建築が花開き、今日のアルメニア共和国にはこの時代の教会が数多く残存している。アニシュ教座大聖堂は989年から1001年にかけて建設されたものであり、味方工人型のドームバシリカ様式からなる。後のセルジューク長による占領後にはモスクとして使用されていたが、13世紀になると、 再び、アルメニア教会として使用されるようになった。セイグリゴル教会は1001年から1010 10年にかけて建設された。当時のこの町には、兄のトゥルダトという結出した建築家がいた。ガギク一世の死後には二人の息子が対立した。弟のホバネススムバトが兄を支配下に置き、兄の足音四世がバグラトゥニチの残りの部分を支配下に置いた。 今や弱体化したバグラトゥニ朝が東ローマ帝国に攻撃されることを恐れ、ホバネススムバトは東ローマ皇帝バシレオス2世を自身の後継者とした。バシレオス2世はホバネススムバトより早く1025年に亡くなったものの、1041年にホバネススムバトが死去すると東ローマ皇帝ミカエル4世が兄の主権を主張した。 バグラトゥニアサの親東ローマ派が兄の町を東ローマ帝国に渡そうとしたが、バグラトゥニアサの信号となったガギクニセイやその支持者らはこれに反対し、兄は独立した状態でとどまっている。ガギクニセイは兄を奪うために送られた東ローマ軍を幾度か撃退した。ガギクニセイは東ローマ帝国に対する嘆願のために首都コンスタンティノープルに赴いたものの、 そこで大意を強要され、結局は1046年に東ローマ帝国に降伏している。その後は東ローマ帝国が兄の統治者を任命した。聖グリゴル教会この時代には東ローマ帝国ももはや影響力を低下させており、イスラーム勢力のセルジュー区長がこの地域に侵入することを阻めなかった。1064年、兄は アルプアルスラーンに率いられた巨大なセルジューク長軍の攻撃を受けた。兄の町は25日間包囲された後に奪われ、住民は虐殺された。セルジューク町による侵略後には兄のアルメニア人の一部がルテニアに移住した。1072年、兄はセルジューク町によってイスラーム系クルド人王朝のシャッタードアサに売却された。シャッタードアサは、 兄の町に圧倒的に多いアルメニア人とキリスト教徒に対して融和政策を行い実際にバグラトゥニ貴族の何人かはクルド人と結婚しているシャッタードアサがあまりにも不寛容な統治を行うと兄の住民は常にキリスト教徒のグルジア王国に対して支援を求めた1124年から1209年までの間にグルジア人は5回も兄を 勢力下に入れているが、最初の3回は、シャッタードアサによって奪還された。1199年には、グルジア王国のタマラ女王が兄を支配下に置き、ザカレザカリアン将軍とイバネザカリアン将軍に対して、町の統治権を与えた。アルメニアグルジア軍を率いたザカリアン家は、アルメニア高原の多くの部分を再征服し、階級制度による宮廷を確立した。1199年には、 地中海沿岸のキリキアにあったキリキアアルメニア王国がローマ教皇に承認されたことでヨーロッパから南コーカソスを経由してアジアに至る交易路が開かれた。兄にはすぐに繁栄が戻り町の防御は強化され多くの新しい教会が建設された。兄の都市計画1226年にはモンゴル人による包囲を退けたが1236年には モンゴル人による侵入を受けて略奪され、住民の多くが虐殺された。兄から退去させられた住民の一部は、ヨーロッパとアジアの交易拠点であったクリミア半島に移住した。約20万人ものアルメニア人農民、商人、職人、兵士、貴族がクリミアを目指し、14世紀までのクリミアには、多くのアルメニア教会が建設されている。ザカリアン家は、 グルジア人ではなく、モンゴル人の家臣として、兄の統治を続けた。14世紀までの兄は、ジャライル朝や黒羊朝などのトルコ人王朝によって、支配された。兄は1319年の地震によって荒廃した。1380年代には、イスラーム王朝のティムール帝国の創始者である、ティムールが兄を支配下に置いた。ティムールの死後には黒羊朝が再び、 兄を支配下に置いた。侵略と後輩が続く混乱の状態にはあったが、アルメニア人商人はアルメニア高原からベネツィアやジェノバに至る交易路を用いて活発に活動した。商人が蓄えた富の一部は修道院への寄付や教会の建設に充てられ、兄には新しい教会がいくつか建設された。1441年には、 アルメニアのカトリコスの座が兄からエレバンに移された。その後は、ペルシア人のサファビー朝が兄を支配したが、オスマンサファビー戦争中の1579年に、トルコ人のオスマン帝国の一部となった。少なくとも17世紀中頃までは、城壁の内部に小規模な町が残っていたが、1735年までには、最後の僧侶が修道院を去り、兄の町は完全に放棄された。 丸が主導した発掘産業路と戦争後の1878年に結ばれたベルリン条約で兄を含むオスマン帝国のカルス地方はロシア帝国に帰属することとなった。1892年には兄で初の考古学的発掘調査が行われ、帝国サンクトペテルブルク科学アカデミーが主催、ロシア人民族学者のニコライ・マルが監督した。1904年には兄で、 丸の発掘調査が再開され、1917年まで毎年行われた。町の大部分が専門的に調査され、多くの建築物が発掘されて測量された。発掘物は研究が行われた後に遺跡や博物館を紹介する学術雑誌やガイドブックなどに掲載された。遺跡全体が調査されたのは初めてのことだった。 崩壊の危険を有していた建物では緊急修復が行われた。丸の調査中には数千点にも及ぶ品々が発掘され、保管場所として兄に博物館が設置された。この博物館は二つの建物に入っており、片方はマヌーチヒルノモスク、もう片方は博物館用に建設された石像建築である。近隣の村や町からは定常的に アルメニア人が兄を訪れるようになった。地元のアルメニア人児童に教育を施すための学校の建設、公園の建設、遺跡を美化するための植樹などが丸の発掘チームによって考案された。第一次世界大戦末期の1918年、オスマン帝国軍は新たに成立したアルメニア第一共和国の領土全体に進軍し、同年4月にはカルスを奪った。 トルコ人兵士が兄に接近したため、兄にある発掘品の避難が試みられた。丸の発掘作業にも参加していた、考古学者のアシュカーベックカランターによって、最も持ち出しやすかった約6000の品々が兄から移動された。さらには、ロシア人学者のヨゼフ・オーベリーの命によって、救い出された物品が博物館のコレクションとして、整理された。これらは、今日のイ版にある、 国立アルメニア歴史博物館のコレクションの一部分となっている。後には残されたあらゆるものが略奪されたり破壊された。1918年10月30日にオスマン帝国が降伏したことによって兄は一時的にアルメニア人の支配下に戻ったが、トルコは1920年にアルメニア第一共和国に対する攻撃を再開し、兄は再びトルコの手に渡った。 1921年にカルス条約が締結され、兄を含む領域は新たに成立したトルコ共和国の内部に取り込まれた。1921年3月にトルコ大国民議会とボリシェビキ政府の間でモスクワ条約が調印されてからもソビエト代表団は兄やグブをアルメニアに回復させようとしたが、トルコ共和国はこれを拒んだ。同年5月、 トルコ共和国の大臣であるリッザ・ヌアーは、東部戦線の司令官であるキャーズム・カラベキルに対して、兄の意向を一掃せよと命じた。しかし、カラベキルは、この命令を、はっきりと拒否し、決して実行に移すことはなかったと回顧録に記録している。しかし実際には、丸の発掘作業や建物の修復作業に関する、あらゆる痕跡が一掃されており、ヌアーによる命令が、 部分的に実行されたことが示唆されている。1989年から2005年には、ベイハーン・カーマ・ギャレルの監督のもとで、アンカラの国立ハジェッテペ大学によって、発掘作業が行われた。現代にはアルメニアが国境を挟んだすぐ対岸で、石材採掘を行っており、ダイナマイトの爆発や、重機の振動などが遺跡の劣化の原因となった。トルコの文化観光省は、 ユネスコの諮問機関であるイコモスに対して陳情を行い、アルメニアはようやくダイナマイトの使用を中止した。ワールドモニュメント財団は、1996年、1998年、2000年に、兄を最も危機に瀕しているサイト100に選んでいる。2011年5月、ワールドモニュメント財団はトルコ共和国文化省と協力して、聖堂や、 教会の保護作業を開始したと発表した。2010年10月、グローバルヘリテジファンドは、消えゆく遺産の保護と題した報告書の中で、取り返しのつかない損失や破壊、寸前である12の場所の一つに兄を挙げ、不十分な管理体制や主因として、略奪の横行に言及した。2015年3月、トルコ共和国が翌年に兄を、 ユネスコの世界遺産に推薦すると報じられた。2016年7月にトルコ共和国のイスタンブールで開催された第40回世界遺産委員会では兄の高校遺跡として世界遺産に登録された。アルメニア人による宗教建築物としては1996年にハフパット修道院が世界文化遺産に登録されており2000年に サナイン修道院が追加登録されて、ハフパッド修道院とサナイン修道院となっている。兄はアルメニア語の女性名であり、2012年にアルメニア共和国で生まれた女児に与えられた名前としては順位以内に入る人気があった。兄や、その過去の栄光は、アルメニア語の歌や詩にも登場する。テスナムアニン・ユー・ノーマーナムは、アルメニア人詩人のホブハンネスシラスによる著名な、 詩である。トルコ系アルメニア人作曲家のジェンク・タスケンはこの詩に歌をつけた。1999年にはアルメニア人民族音楽家のアラジェ・バジーアンが兄というタイトルのアルバムを制作した。セープリキッチ協会マヌーチヒルのモスクの西面、兄の北側部分の壁2016年、兄の高校遺跡としてユネスコの世界遺産に登録された。 今日の兄遺跡にある21の建築物が世界遺産に登録されており、その登録面積は250.7ヘクタールである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。